こんにちは、速稼塾の久保です。この度ですね、ご希望の方、複数名の方に私が先日食べていた木村屋のパン、こちらの方をね、送らせていただきました。で、結構大きい箱になっちゃったんですけども、中はそんなに入ってません。パンはね、やっぱりこうあまりたくさんあっても傷んじゃったり、なんか苦手だったりするかもしれないんで、そこそこ入ってます。で、その他私が最近レビューをしている、例のカップラーメンね、2種類入れときました。一つは一風堂のラーメンです。これ美味しいんで、ぜひね、何回か食べていただくように何個か入れてます。それからペヤングの焼きそば、これね、私も最近初めて食べ始めたんですよ。で、このペヤングの焼きそばがちょっとだけね、2個入れときましたので、人によっては3個かもしれませんけどね、入れときましたので、こちらの方もご賞味ください。そういう風なね、感じで今回ご希望の方に送らせていただきました。本当にね、ありがとうございます。もう皆さんに平等に送ってるわけじゃなくて、もうランダムなんで、その辺はご容赦ください。やっぱりね、買ってきても両手に抱えられるだけしかパンは買えませんでした。それをこう袋詰めっていうか箱詰め分けて、で、空いた空間にパンばっかりとかね、ちょっと大変なんで、空いた空間にラーメンをこうやって刺して、そんな感じで一つの箱を作りましたんで、それを何名かの方に送らせていただいたという形でございます。本当にね、私の動画をご覧いただきまして、プラスですね、私に送ってくださいって言ってくださってありがとうございます。これであなたも木村屋のパンの仲間です。ありがとうございます。それでは